こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。サイドを紹介します。向かって左のエンドから攻めるのが長崎、画面右側がガンバ大阪となります。北澤さん、今日はルートフィット先発ですね。彼はあらゆるポジションをこなせる選手ですよね。そうなんですよね。究極のポリバレントプレイヤーですよね、はい、戦術理解力、適応能力がすごいですからね。イエナ、ここはボールを下げる山下、これは合いません。タカ、スルーパス抜けてくる。これ仕掛けるか。ディフェンス、これを読んでいた。ハツセ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。サイドへアンダ、このボールをカットします。鈴木、奪いに行きます。鈴木から宇佐美、今日は両チームとも慎重なスタートという印象です。シュート、いやー、先制、ガンバ。さあガンバ、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。しかしいいゲームの入りになりましたよね、はい、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど。ファンブイテン、流れを止めます。このパスを防ぎます。裏を狙っていきます。宇佐美、ここをかわした。これはクリア。このボールに触ります。石毛、いい展開ですね。さあフリーだ、シュートですけどもね。ガンバがこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。スルーパスを出す。さあフリット、三浦、山田へ、山田から右サイド、ここはつながりません。ロレンツォ・ペレグリーニ、これはファールではなかったようです。ペレグリーニからフリット、山田、山田から左へ、あーカウンターだ。鈴木、前半28分を過ぎたところです。通るのかこのパス。デイビス、長崎、カウンターを仕掛けます。タカに渡る、インターセプト。さあアルナウトビッチ、イエナ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。これは合いません。宇佐美、家永へ、裏を狙う。さあ宇佐美、ジーダ、大きく前線へ浮かせてきます。さあアルナウトビッチ、アルナウトビッチ、ガンバとしてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。スルーパス、宇佐美、来た、決まりました。これで差は2点。見事なラストパスからのこのゴール、今のは出してくる、シュート、おー、これはどうだ。前半も残りわずか、いい時間に決めました。ペレグリーニ、ここはいい位置に詰めていました。
いやポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないと実際に反応できないんですけどね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。さああと1点です。長崎、いや素晴らしいですよね。流れは来ているのでこのまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、イエナ、ここは繋がりません。アルナウトビッチ、これは合いません。さあ繋がるか、ハツセから石毛、ハーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある、いや盛り上がりましたね。ですが今 2-1 ですから次の1点が重要になってきますよ。どちらが決めるかで状況が大きく変わってきますからね。ガンバとしては今のところリードしてますけど点も入れられてますからまだまだ油断は禁物ですよ。ビファーレン長崎対ガンバ大阪、ガンバが前半終わって2-1リードで折り返します。では後半見ていきましょう。これは繋がりません。やるか、ファンブイテン、ここはカットします。裏を狙っていきますと、これは繋がりません。スルーパス、絶好の位置で受ける、ハツセ、ここは繋がりません。デイビス、エースを狙った。さあ右へ預けて、渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした。ハツセ、イエナガ、山下、裏のスペースを狙う、スピードアップしたいですよ。ここはハンダ、このディフェンス、ガンバ、先ほどのカウンターよく止めましたね。危ないシーンでしたよね。ここを止められたのは大きいですよね。スペースを使う、さあカウンターのチャンスになります。裏を狙っていきます。ここクリアで難を逃れます。ペリシッチ、もう一度組み立てます。これは合いません。ネドベド、裏を狙いましたが通りません。長崎としてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。そうですね、残り時間積極的に行きたいですよね。稲本、鈴木、阿部、ペリシッチ、スルーパスを出す、さあフリット、まあクリアが精一杯ですよね。長いボールを送ります。これは奪い返します。どうだ、あ、ダメだ、際どいボール、ハツセ、メシノへ、稲本、メシノへ、裏へのスルーパス、もっといいボールでしょ。このボールはハツセ、ハツセ、これはカウンターいきますね。裏を狙う、阿部、ガンバとしてはいい形作ったんですけどね、リードしている状況なのでもう1点決めた、シュート、ー決まった、追加、決定的なゴールになるのか。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、これスルーパスも良かったですし、
右足からのシュートも絶妙でしたよね。お互いのコンビネーションから生まれたいいゴールですよね。どうだ、シュート、弾いたところ、このヘッド報われませんでした。さあ一気にカウンター、このボール奪いに行きます。ここは繋がりません。さあこのセカンドボール、鈴木、ここは下げます。初瀬、尾上、稲本、抜けた。さあ阿部、さあどうだ、シュート、決まった、追加点、エンド、このゴールで移籍後30得点。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。いや、これは素晴らしい崩しでしたね。選手同士の連動も見事で、フィニッシュも落ち着いていていいゴールでしたね。さあガンバ3点リード。いや、チームに勢いを感じますよね。さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。ここは大きくクリア、ピンチを出します。主審時計を見ながら長いホイッスル、4対1、ガンバ大量得点で勝利、完璧なゲームになりました。北澤さん、試合の総括をお願いします。ガンバとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ガンバ初戦をものにし